あのさ、扇沢くん、ちょっといい？扇沢くんの家って、お店やってるんだよね。この前チラシ配ってたやつ。やってるお店？友達っていうか顔見知りっていうか、去年は同じクラスだったんです。そう、それだけ。でもそっか、アルバイトね。そういうこと。ん？別に何でもない。じゃあ三人とも、頑張ってね。ねえ、そろそろ帰ろう？ナナッチ、もう話終わったの？今日どうする？どっか行く？店長の友達ですか？そうだったんですね。神崎さんってすごく明るくてお話ししやすい人なんですよね。でも、クラスの人がお店に来てくれたら嬉しいですけど、緊張しちゃいそうですね。お店は賑わってほしいけど、それは確かに恥ずかしいかも。昨日約束はしましたけど、扇沢くん一緒に行けないかなって思ったから。他のクラスに行くことめったにないから緊張した。うんうん、ドキドキするよね。私もリラちゃんの手を握ってやっと落ち着いたくらいだから。大丈夫です。毎日行くうちに慣れますし、リラちゃんと一緒に呼びに行きます。目立たないようにこっそり行きたい。あ、扇沢くん、ちょうどよかった。探してたのよ。ちょっと職員室まで来てもらっていいかしら。明日日直だから、いろいろ仕事の説明をしようと思って。休憩時間にできればよかったんだけど、なかなか時間が取れなくて、ごめんなさいね。
せちゃんと先に行ってます。また明日呼びに来ますね。日直の仕事も良ければ手伝いますし。あなたたち違うクラスでしょと言いたいところだけど、大木沢君にちゃんと友達ができていて安心したわ。うちの学園転入生は珍しいから少し心配していたのよ。私たちは、友達っていうか、もう、友達以上の関係というか、違います！そうじゃなくて、大木沢くんは、店長さんですから。ああ、あなたたち、大木沢くんのところでアルバイトしてるのね。はい、お世話になってます。ご迷惑ばかりかけてしまって。そんなことないよ！リラちゃん、自信を持たなきゃ！三人とも頑張ってるのね。先生もいつか遊びに行くわ。じゃあ、大木沢くんを早く返してあげないといけないわね。急ぎましょうか。それじゃあ、先にお店に向かってます。先生、さようなら。失礼します。塩の宮さん、それともう一人の女子と、なぜお前ばっかりが。だからって学園でも親しくする理由はないだろう。まったく、お前のどこがいいんだ。どう考えたって俺とお前じゃレベルが違いすぎるだろう。羽田くん、そんな言い方はよしなさい。誰かと比べてレベルがどうかとかよくないわ。すみません、言い過ぎました。まあいいや。いずれ、塩の宮さんだって、どっちがいいかわかるだろう。じゃあな。せいぜい早く、この町に馴染めよ。こら！言ってるそばから、もうあんな風にツンケンして、羽田くんも仕方ないわね。そう？それならいいけど、あまり気を悪くしないでね。それじゃあ、行きましょうか。いらっしゃ。あ、お帰りなさい、店長。ありがとうございます。今は落ち着いているので、ゆっくり着替えてきてください。
私も鍵をかけてなかったし、私が悪いので。違うんです、本当に私がいけなかったので。アイスコーヒーを制服にこぼしちゃって、シミになっちゃうといけないってリセちゃんはすぐにクリーニングに持って行ってくれて、私失敗しちゃって反省してたんです。やっぱりダメだなって。でも私も誰かを助けられたらいいなって思います。はい、わかりました。本当にすみませんでした。それとありがとうございます。お疲れ様、店長。今、リラちゃんが休憩室で着替えてるわよ。あら、もう開けちゃってた？一応リラちゃんにも鍵は閉めるようにって言っておいたんだけどね。さっき着替え中の札を作った方がいいわねって話してたばかりなの。男の子と女の子が一緒にお仕事をするわけだから、やっぱり必要ね。まだオープンして二日目だもの。これからもっといろいろ気がつくことが増えてくるわよ。うんうん、そうね。反省はきちんと生かさなくちゃ。ただいま戻りました。あ、店長さん、お帰りなさい。ホールにリラちゃんがいなかったんですけど、まだ着替え中ですか？もう少しで来るんじゃないかしら。リセちゃんも少し休憩してからでいいわよ。はい、ありがとうございます。遅れてすみません。着替え終わりました。あ、リラちゃん。あれ、リラちゃん、ちょっと顔が赤いよ。え、
なんでもない。そう？それならいいけど、何かあったならすぐに言ってね。うん、リセちゃんありがとう。あの制服クリーニングに持って行ってくれたのも。いいのいいの。あ、千里さんが言った通り特急修具でお願いしたので、明日にはお洗濯終わりそうです。はい、じゃあ明日受け取りに行かないとね。それじゃ、二人にはカフェラテでも入れましょうか。ちょうどお店も開いてきてるしね。あ、ありがとうございます。実はちょっと何か飲みたかったんです。もしかして走ってきたの？だったらアイスカフェラテにしましょうか。わあ、本当ですか？嬉しいです。リセちゃん、走ってくれたの。ごめんね、私のために。これくらい平気だよ。リラちゃんのためなら三千里、だから。うん、ありがとう。私も、リセちゃんに、何かお返ししなきゃ。何言ってるの。毎日可愛いリラちゃんが一緒にいてくれるんだもん。それで十分だよ。すぐそういうこと言う。二人とも本当に仲がいいのね。あら、覚えててくれたの？嬉しいわ。昨日はお客さんいっぱいだったでしょう。だから今日来てみたのよ。ありがとう。それじゃあ、昔と同じメニュー残ってるかしら？はい、ありがとうね。ねえ、何を頼みましょうね。
注文を受けたまわりました。少々お待ちください。やっぱり今日も可愛いな。まるでツインテールの天使だ。ツーはツインテールじゃなくツーサイドテールっていうらしいぞ。いや、どっちでもいいよ。それより、あの子は地上に舞い降りた天使だぞ。言葉の些細な違いなんて問題じゃないって。いや、天使というか、礼儀正しくて、可愛くて、理想の妹って感じでさ。わかる、それな。俺にもあんな妹がいたら、あの店長が羨ましいぜ。天使は話してるだけで可愛いぜ。ああ、見てるだけで和むな。呼ばれてもすぐに行けます。あ、リラちゃん何してるの？私の後ろに隠れる？大丈夫、見られてたら落ち着かなくなっただけだから。そんなこと言われたら私も恥ずかしくなってきそう。ダメです。私はもう大丈夫なので。リラちゃんが行くなら私も行けます。リラちゃん、私の後ろからついてきて。この服、なんで着物なの？これは着物じゃなくて、それっぽくなってるだけで。あ、そこは引っ張っちゃダメだよ。なんで？これ気になる。こら、やめなさい。ごめんね、お仕事中に邪魔しちゃって。いえ、大丈夫です。お水のおかわりはいりますか？ありがとう。それじゃあお願いするわ。ほら、
お姉ちゃんに謝って。ごめんなさい。もうしないよ。うん、それならいいよ。それでは、ごゆっくり。小さい子にからかわれたくらいで。でも、リセちゃん落ち着いてた。私なら気が動転しちゃうと思う。そうかな？全然落ち着いてないよ。すっごい恥ずかしいし。でも、小さい子にも可愛いって言ってもらえるのは本当に嬉しいんですけど。ほっとしました。店長さんはやっぱり頼りがいがあります。あら、いたずらっ子でもいた？なんなら私に任せてくれてもいいわよ。扱いは慣れてるから。あ、千里姉ちゃん、姉ちゃんだ。千里ちゃん、ごめんなさいね。うちの子いつまでも落ち着きがないから。いいんですよ。男の子は元気なくらいがちょうどいいですから。でもあんまりやんちゃすると、お天道様におへそを取られちゃうわよ。え、それは、やだ。ごめんなさい。よしよし。いい子にしてたら、お土産も用意してあげるからね。本当？やったー！ごめんね、千里ちゃん。ちゃんと代金は払わせてもらうわ。はい、ありがとうございます。姉ちゃん、姉ちゃんって、私はみんなのお姉ちゃんじゃないんだけどね。私も千里さんみたいに大人の対応ができる女の人になりたいです。大人の対応かしらね。ちょっと街の子に慣れてるだけよ。なんだか店長のお姉さんみたいな感じは少しします。あら、嬉しい。でも私も弟みたいに思ってるから、間違ってないかもね。照れない照れない。さて、そろそろ夕方のお客さんも増えてくるから、もう一頑張りしましょうか。はい！はい。いらっしゃいませ。喫茶屋カルメラにようこそ。あ、こちらがメニューになります。お決まりになりましたら、ベルを鳴らしてお呼びください。はい。
店長、あの人の方じっと見てますけど、知ってる人ですか？そうなんですね。私も学園で見たことがあるようなっていうくらいです。リセちゃんの知り合いでもないので。店長は少し知ってるんですね。なんだ、君か。案外礼儀がなってるじゃないか。じゃあコーヒーとサンドイッチでいい？お前な、家が近いのにどうして食事をしていくのかとか少しは気にしたらどうなんだ？今日の夜は親が出かけてて留守なんだ。だからここで食事していこうと思ったんだよ。なんか毒気を抜かれるやつだな。俺が敵情視察に来たとかそういうことは考えないのか？そんな考えすら浮かばないって感じだな。まあうちの店が客を取られたわけでもないようだし、そんな必要もないんだがな。新メニュー？それお前が考えるのか？塩の宮さんが？素人の彼女にそんなことできるのか？それがうちの千里さんはすごいので、アイデアを瞬く間に形にしてくれるんですよ。塩の宮さん！あの、クラスは違うけど同じ学年ですよね。ご来店いただきありがとうございます。いや、帰り道の途中にあるから寄っただけで。そうなんですか？じゃあ店長さんと通学路も同じなんですね。まあたまに見かけるけど、それくらいですよ。私も通学路の途中にお店があったら毎朝寄れていいなって思います。毎朝？そういう問題じゃないだろう。なんて油断ならないやつ。あの、塩の宮さん。
すいません。席空いてますか？いらっしゃいませ。お席はこちらになります。お客様がいらっしゃったので、私行ってきますね。ごゆっくりどうぞ。店長さん、こちらのお客様のオーダー、私が厨房に通しておきますね。メニューはこちらになります。ただいまお冷やをお持ちいたしますね。なんだ？そんな目で見られるようなことは僕はしてないぞ。くそ、塩の宮さんがバイトしてるからって調子に乗ってるな。なんて屈辱だ。この借りは必ず。それだ。その余裕の態度がだな。お待たせしました、お客様。ご注文のコーヒーとサンドウィッチになります。どうも。ああ、そうさせてもらう。あの人、リセちゃんの知り合いでしたか？ですよね。でも、なんだかいろいろお話ししてるみたいな。じゃあ、どうしたの？何か気になることでもあった？さっきのお客様、リセちゃんの知り合いなのかなって。違うよ。でも、時々挨拶はしてくれるから顔は知ってるの。でも、名前は知らなくて。店長さんは知ってますか？そうなんですね。名前を知ってるなんて、店長さんやっぱり知り合いなんじゃないですか。羽田くん、とってもいい人そうでしたよ。コーヒーとサンドウィッチのこと褒めてくれてました。でも、私が持ってきたから。なんて言うから笑っちゃって。誰が運んでも味は変わりませんよね。リセちゃんは人気があること自分で分かってないので。え？私が人気？今ってそんなお話してた？